皆さんこんにちは、アイケイスケです。2024年、本日3月5日、15時29分。まあ、最近、まあ、私の動画の方で、まあ、春場整骨院のものが絡んできている音声とか、集音したものを、動画でアップロードしていますが、まあ、これは警察官の人も認めています。それでいいって。で、もう裁判所に昨年一度、提出したもので、これは朝廷の方で480何番じゃないんですよ。その、去年かその前の年、出した証拠があって、で、例えばね、これ、春山整骨院さんっていうフォルダーなんですけども、これが動画の数で、ちょっともうびっくりするでしょ。で、まあ、これがあと4、5、あと1、2を今、まあ、その、ダウンロードする、まあ、今 SD カードの方からダウンロードしようとしてるんですけども、ちょっともう SD カードを読み込むだけでももうだいぶ時間がかかってる。で、これをね、一回確認して、まあある程度そのいろいろ言ってきてるところとかにまとめて、ある程度で、まあ、いくつか作って、アップロードして、もう、いろいろだけ、もうずっと SD カード買わなきゃならなくなるから、これもう無理なんですよ、本当に。で、相手も、確認したらいいから、だからその、春山整骨院関係の人間がね、自分たちがいかにどういうことをしてきたかっていうことをまず理解しなきゃならないから。で、編集するのにね、ちょっと量だから、僕も参ってるのは参ってるんですよ。今日も朝から、だいぶ、まあ、パソコンと向き合って、ずっと作業中なんですけども、まあ、今日本日記載したホームページ、淡木英介の日記の一番の、まあ、3月5日に記載した内容、あと、文章の方を見られた時だと思うんですけども、まあ、佳子様の声、私が行くっていうことの、声は聞こえてきているんですけども、これね、だから、僕はパソコンを売っていて、そこの見た時に、だから、佳子様はいつ見てるか僕もわからない。本当に。だから、いつ来るつもりなのか全くわからない。で、まあ、まあ、今日ではないんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、その、まあ、いろんなことを言ってますけど、まあ、結構希望相手は佳子様一人に絞るという形で、さらに、進めていきますね。昨日アップロードしたその動画で、まあ、スポーツや格闘技界の、勝ち負けから降りると。まあ、そういったことをしっかりと宣言しています。さらに言うと、あと、まあ、個人成績とかにも、僕はもう加担しない。で、まあ、まあ、その辺のところは、昨日上げた、動画に、の内容を、聞いていただいたらわかると思うんですけども、まあ、今のこちらの状況、まあ、とにもかくにも、晴れません保全自体がね、ずっとこう、絡んでくる、その、今一応ね、今日動画、いや、文章を、作成して、アップロードしたでしょう。で、まあ、裁判所の方を最初、朝廷に持っていったのが、そもそもの失敗だったかもしれませんけども、今は車は来てないんですね、車は。で、ああいうふうな、その、もともと、淡井圭介に対してっていう形で作られたとしか思えない。で、もともと、その、春山整骨院、まあもう、この話やめときましょうか。もう今まで何回か言ったから、もうわかりますよね。ホームページにも書いてるし、まだホームページに書いてないことでもあるんですけども、いろいろと、YouTube で言ってる内容とか、ただ、まあちょっと、こっちをするのにね、もうどれぐらい時間かかるか正直わからない。本当に。
だからもう、まあ彼の、まあ彼はもともと嘘つかないし、まあ大体彼の言ってることで合ってるわっていう、今までの通報内容とか、そういったことを確認してもらったら。で、まあなんか、まだアホなこといいよわっていう音声聞かされたんですけども、もうそれが、その音声の人間が、警察官でいたでしょ。だから警察官の中に、河合圭介のことを、まあ敵視してる人間が、まあそこそこ紛れ込んでるんだと思いますよ。どうだの、うんだの、なんだのってどうせあるんでしょ。元議員だった人間が警察官になったりしてませんでしょ。共産党の小池晃っていう元医者だった人間、その男が高田さんの病に連れて行ってませんでした。一応ね、小道具しか見えてなかったんですよ。2022年の11月か12月に、宝塚三田病院に、連れて行かれて、入院させられた時に、乗り込んできた背の低い男がいて、で、その男が小道具しか方法見えない。で、まあ、斜め後ろから見てるんですけども、顔はもう後ろからこの側面のあたりぐらいしか見えない。で、多分顔見られないように座ってるんじゃないですかね。で、指名手配犯でね、昔、おい小池っていうような指名手配犯のポスターがあったじゃないですか。あれ何なんですかね、今考えたら。だからその小池晃というものが医者で、警察官側になったりとか、議員になったりとか、コロ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 変わって移動して、で、次から次へと、税金へ食らいついて、もう警察官とかになってる時点で、もうそれはもう税金に食らいつきだから、議員もそうだけども。で、医者もそう。そこもほとんど税金。で、その、おい小池っていうポスターに関しては、昔一冊聞いたことあるんですよ。それは、その小池晃という男を、その、精神病院の件とか、いろんな件隠蔽しようとして、まあ、捕まえようとした人が逆にこう指名手配されてしまいました。これ、ね、警察官が警察官を捕まえてるインターネット記事、こう自分で、ね、探してみたり、検索ワードとか打ち込んでみたら、その手の内容のものが、まあ、インターネット記事で日によってこう上がってくるんですけども、それはまあ多分以前の内容だと思うんですけども、ここ近日最近起きた内容とかじゃなくて、今までの文とか、そういったところとかもいろいろまあ探したりはできると思うんですけども、結構あるんですよ。で、昔からその情報の行き違いとかだけじゃなくて、多分意図的にしてる部分あると思うんですよ。だからその辺のところで、しっかりと正さなければならない。で、小池晃というものが、もう一度共産党の議員になってましたけども、インターネット上で、ウィキペディアで、去年、議員じゃなくなってたでしょ。ウィキペディアで。だけど、もう一度議員として戻ってきてましたけども、ウィキペディアで。それも嘘なんじゃないですか。だからもうこれぐらいややこしい環境なので、まあ、今まで結婚話にした人間に関しても、今までの人生で何があったかっていうことをしっかりと聞かなかったら、本当ややこしすぎる。で、ややこしくなさそうなところは、すんなりと話進みそうなところは、まあ、過去様なんですよ。まあ、こういうことになるんですよ。本当にもうこれ世の中、物事総合すると、だから、わからない。宇賀夏実の父親が上田裁判官なのかどうか、宇賀夏実の父親を、連れてきて、書記官の人が合わせたのかもしれないし、わかんない。あの法廷開いてもらわなかったら、そこで全然違う人はね、裁判官の座る中央の席に座って現れたんだったとしたら、あとは、これ合議制ですけども、もう一人の方も出てきてもらえますかっていうことで、一応顔確認したいんですけどもって、その一緒にいた人物と、同一人物なのかどうかっていうところで、これもしかしたら、その、宇賀夏実の父親を連れてきただけで、上田裁判官じゃない可能性もあると思うんですよ。だから身分証明書とか見たことないし、で一応僕は現行法規とか現代日本法規を両方とも一通り読み通して、例えば国会議員の人のバッジとか弁護士バッジとか、裁判官のバッジとかいろいろあるじゃないですか。昔もそれ細かいこと言い始めると、こんな
何金属使ってんな、札でちゃんと書いてここにつけとけばいいのにみんなそうしてるのにっていう、話聞いたことありません？あの学校でもそういう話になってたんですよ、学校の先生とかとでも。そのエネルギーの残存量問題とワンセットにするとね、ちょっと話それで申し訳ないんですけども、本当は絶対そう。だって裁判所で働いている人は、私その当時からそのここで働いてましたけども、弁護士会館のものですけども、ってけど裁判官の名前を平成21年の頃、ま、黒木アナウンサー、黒木千秋っていうアナウンサーだったら分かるかもしれません。平成21年の頃に、株式会社神戸ワインを訴えていた時の書類をコピーしていた時にここに来てくれたんですよ。多分それルール法律でね、このコピー機がいち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 止まってたと思うんですよ。もう一人いたらルール法律で証人、証言者になるから、電波で妨害してるところがバレるからその書類のコピー、まだ当時は学生だったと思います。で、その内容は棄却にはなってるんですけど、お金は払われてるんですよ。だその代表取締役の三木正人っていう人、その時は直接雇用の時の内容の件での裁判だったんですけども、その株式会社ファインハイゼンの方で働きに行ってた、時の内容のものは訴えてなくて、そのことで言ったら、その当時 の株式会社神戸ワインの社長の金井健一さんがこう歩いてきて横を通り過ぎていたって、その時もね、やっぱり僕の感覚としてはもう20年以上前で、そもそも会社社長とほとんど顔なんか合わせて話なかなかないから、どうしてもね、あれなんかこの人見たことあるな、国会議員の人だったっけ、神戸市議会だったかな、県議会だったかな、こうなるんですよ、本当にで、家帰ってきたか、ここの階段登ってきたぐらいで、あれ金井健一さんかなとか思ったんですけども、もうこういう状態ですね。対象者が多すぎる、本当にもうこの人、この人の人生突然裁判で終わるんちゃうかそれで定年くらいになるんちゃうかっていう、こんなにたくさんあったらもう本当無理、誰か助けてって、本当にそう。だ自分のところである程度その動画のね、そのある程度コンパクト化したものとか撮影とかできますけども、それも相当時間かかる、だから手分けするような形で誰か助けてみたいなことにはなるんですけども、今一瞬ね、小林麻也のことが頭の中よぎって、それはこの間動画で言った内容があって、去年だから言った、小林麻也のお父さんが、岡川駅の交差点のところでスポーツカー、そこそこの車じゃないですか、それをドリフトしそうな勢い。僕の目の前こうギルギルギルって言わしたら猛スピードで、ほんとタイヤの音鳴ってるから猛スピードで曲がっていきよってものすごい競争でこんなそれそういえばこれ今まで何回も見たことあるわと思って、以前三田市の一軒家ぐらいの大きさ、一軒家にもちょっと大きくしたぐらいの建築業者の、事務所の中入っていったら、小林麻也のお父さんだと思われる人がいて、確かこの人がそうだったんちゃうかなと思ってこう喋りかけたんですよ。小林麻也のお父さんですかって。そしたら、今ちょっと出話されへんかなってこうなんか書類作ってるんですよ。で、お城の階段がもしかして降りてくるんかなとか思ったんですよ、小林麻也が。そしたらこちらが考えた内容がなぜか向こうに伝わっていて、降りてこえへんからとか言ってくるんですよ。なんか、その降りてこえへんわって言われた時点で、あれ、やっぱり違う人かなってなるんですよ、本当に。ずっと覚えたこと自体が無理なんですよ、本当。こんなにたくさん同時に。別の東京都知事の小池さんがよく歩いていたとしても、多分僕
髪の長さとかちょっと変わってたりとか、顔がちょっと変わってたりしただけで、もう、あ、似てる人かなぐらいで、多分横通り過ぎると思う。毎日そんなこと、もうそんなにたくさんいろんな人をこう気にしながら歩いて買い物なんか行かれへんから、本当に。ごめんなさいね、こんな言い方したら。いや、もう、もう、いや、まあ、私ら行きます。もうそのことずっとだから、ずっとなっちゃう。ちょ、本当にこれ。一応けど文章売ってる時にでしょ、別にパソコン開いていても今歩いてとかでもいいんじゃないですか。本当はもう僕が言った通り、ちゃんと僕の家に来た方がいい。本当にその別に翔平をけなしてるわけでもないんですけども、やっぱり今までの件とか、その二十歳過ぎの頃にその振り向くだろう何だろうとか、私についてきてくださいか何か、その辺のことはもうその頃はもちろん佳子様は全然お子様のことですよ。まあ僕と年齢の近いもので、そういったいきさつがあったんですよ。でその頃ほとんど人間にテレビ出てなかったから、無理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 、勤務中にちょっとこう話しに来たら、大体もうほとんど大体仕事してるから、ちょっと出会えた時にこうちょっといろいろ話したりするぐらいで、こう落ち着いてね、こうメモしながらとかの話が一切ほぼないから、メモしても写真なかったら無理やし、もう最終的にクソの人数になってくるとどうなるかって言ったら、写真持ち歩きながら、ほんと絶対そうなの。まだテレビ出る前だったら、でテレビ出たらテレビ出たらどうなるかって言ったら、もうアナウンサー関係だったらもう分かるでしょ。ものすごい数の嘘を言ってるけど、その小林麻耶の動画、僕のホームページからアクセスできるようにしておきましたけども、途中ですぐにこう映像がカッこうなくなっていて、カットされていて、で動画をつなぎ合わせて、作成してるみたいなんですけども、言ってることめちゃくちゃ大きい。もう2018年 に誰それさんと結婚して、何年に別れてって、そういうことをいろいろ述べてるんですけども、なんかここの住宅に掃除の時に来たのがあったでしょ。それも何年前か僕も分かんないから、全然話なんかしないから、もうだからその時って親が亡くなる寸前ぐらいの頃でしょう。だからもうこっちからしたら、だからもうその頃って本当にもう僕、あ、もう無理だわこれって、結婚できないわみたいな感じになってましたから、本当に本当に。だから、もう認識できていたとしても、事前に何を話すかとぐらいにしかならない、本当に。でまあ相変わらず全員そうですけども、ペンとメモすらメモすら持ってきてない。もうだからもう仕事中にね、だからみんな習ってたはずなんですけどね、メモ用紙常に持ち歩いて、ペンと、まあ鉛筆でも何でもいいんですけども、メモしなかったらどうせ忘れるから、本当に何年何月のって。まあちょっとまた長くなるんで、もうこれぐらいにしときますね。これが今のこちらの状況です。でもさ、まず春山整骨院訴えて、もうあれ潰さんかったら春山整骨院の建物とかで絡んでくるやつらどうにかしなかったら、もう生活が成り立たないから、本当に。もう今日も本当二度ね、まあうとうとみたいな形ですけど、できてたのに春山整骨院のやつらが来てから、そりゃそうでしょ、あんな車のドアの音させてって。自分が家の前にいたら分かりますよ、家の前というかその春山整骨院の前で。本当にもうちょっと考えたら分かることばっかり。以上です。